皆さんあの MC の時に告知とかは特にされてる方少なかったんですけど、ちょっとティアドロップスはあの既存のバンドでいつもアニソンもやっていますので、ちょっとここでちょっと告知をさせてもらおうかなと。まあ、ドワークさんではないですけど、11月の11日に浜松ホースさんでアニパというイベントがあります。はい、その時ももしかしたら耳つけるかもしれないのでわかんない、まだわかんない。あ、耳じゃないよね。じゃあパンダ2つにしようかなあのもしよかったら遊びに来てください。じゃあこれつけてるとヘッドバンクができて似合ってる、大ちゃん似合ってる、大丈夫。大ちゃんがね、僕が見る限り、大ちゃんが一番似合う。かわいい、かわいい、つけた時、かわいいね、後ろで盛り上がってちょっと好きになっちゃいました。孫が2人います。なんか意外に受けたりするから怖いよね。そうか。そう。いや最近ね、おばあちゃまって呼ばせようかと。そう。孫はいいんだけどさ、あの息子夫婦がちょっと引いてるね。嫁とかはね、聞いてない、聞いてない。誰かに座ってみてください。座ってみてください。じゃあ、会場も盛り上がっていたところで、じゃあ、次の最後の曲、最後の曲、次の曲、はい、聴いてください。